かのええ筆当市つ、雫内町三のまるなおくらかん、かのええとくひつかちょうずふすは日本絵画史上最大の画派であり、室町時代中期から江戸時代末期まで約400年にわたって活動し、常に画壇の中心にあった専門画家集団である。室町幕府のご用絵師となったかのま信をしそとし、 その子孫は、室町幕府崩壊後は、織田信長、豊臣秀吉、徳川将軍などに絵師として使え、その時々の権力者と結びついて、常に画壇の中心を占め、大理、上格、大寺院などの障壁画から洗面などの小画面に至るまで、あらゆるジャンルの絵画を手掛ける職業画家集団として、日本美術界に多大な影響を及ぼした。 カノヒデヨリヒツ高尾カンプーズ東京国立博物館、カリノハは、親、兄弟などの血族関係を主軸とした画家集団で、約4世紀間の長期にわたって一国のが団に、君臨したという点で、世界的にも他にほとんど例を見ないものである。カリノハの代表的な意思としては、室町幕府八大将軍、足利義政に仕えた、初代、カノマサノブとその着難。 鹿の元信、元信の,の孫で、安土城や大阪城の障壁画を制作した、鹿の英徳、英徳の孫で、京都から江戸に本拠を移し、江戸城、二条城などの障壁画制作を指揮した、鹿の丹優、京都にとどまって、京狩野と称された一派を代表する、鹿の三落などが挙げられる。江戸幕府の体制が安定して、以後の狩野派は、幕府の御用絵師として、 代理、上格などの障壁画の大量注文をこなす必要に迫られた。膨大な量の障壁画の注文に応えるため、かのけぬ当主は一門の絵師たちを率いて、集団で制作にあたる必要があった。そのため、仮の葉の絵師には、絵師個人の個性の表出ではなく、先祖伝来の奮本や筆法を忠実に学ぶことが求められた。こうした時代背景から、 カの丹ン以降の仮の葉は、伝統の維持と御用絵師としての勢力保持にもっぱら、努め、芸術的創造性を失っていったという見方もある。ただ、こうした学習方法は、流派形成に必要な手法であり、写生を重んじることで知られる演算史上派やリンパなど、他の流派でも見られ、江戸時代では、 一般的な学習方法だったことは留意しておく必要があろう。芸術家の個性の表現や内面の表出を尊重する現代において仮の派の海外の評価は必ずしも高いとは言えない。 しかしながら、仮の派が約4世紀にわたって、日本の画壇をリードし、そこから多くの画家が育っていったことも事実であり、よきにつけ、あしきにつけ、仮の派を抜きにして、日本の絵画史を語ることはできない。近世以降の日本の画家の多くが仮の派の影響を受け、仮の派の影響から出発したことも事実であり、林派の尾形光琳、写生派の丸山王挙なども初期には狩野派に学んでいる。 カノマサノブ室、周も祝愛レンズ九州国立博物館国宝、カノモトノブ室館ノンズボストン美術館仮の葉のソワ室町幕府の御用絵師として活動したカノマサノブである。彼は当時の日本人としては長寿を保ち、15世紀半ばから16世紀前半まで活動した。正信の出は北王の 20世紀後半以降の研究の進展により、鹿の家は下屋国足利の足利など、正信の画業として記録に残る最初の事例は、王仁の乱の直前の干渉4年、30歳の時に京都の雲庁院に観音とラ図の壁画を制作したというもので、この時点で正信がすでに京都において画家として活動していたことがわかる。 正信が壁画を描いた、雲長院の本寺である、小国寺は、室町幕府三大将軍、足利義満総研の前寺で、除雪は、修文、摂州らの画僧を排出した室町画壇の中心的存在であり、この当時は、修文の弟子にあたる画僧、僧丹が御用絵師として活動していた。かの正信がいつ上京し、誰に支持し、いつ、室町幕府の御用絵師となったか。 正確なところは不明であるが、室町幕府八大将軍、足利義政に徴用されていたことは、初記録から明らかである。十年にわたった、応仁の乱集結の数年後の文明十三年、室町幕府の御用絵師であった総丹が死去しており、加野正信は、総丹の後を継いで幕府の御用絵師に任命されたものと思われる。これ以後は、宮廷の絵ろ。 アズの職にあった山戸系の土佐行進と、漢画系の加野正信の両者が、画壇の二大勢力となった。文明十四年、前将軍、足利義政は、東山殿の造営をはじめ、正信がその障壁画を担当することとなった。遠徳二年の義政の没後、正信は、当時政治の実権を握っていた細川氏に、使えるようになる。信は、 このように、時の権力者との結びつきを深めつつ、画壇での地位を固め、後の仮の波流星の基礎を築いた。記録によれば、正信は、障壁画、仏画を含め、多様な形式、題材の作品を手掛けたことが知られるが、障壁画はことごとく失われ、現存する確実な作品は、掛け軸などの小画面に限られている。 その画風は、同時大臣の土佐更信の伝統的な大和絵風とは、対照的に水墨を基調とし、中国層、元の画法をもとにした漢画であった。正信は97歳の長寿を保ったが、晩年の約30年間の自責は明らかでなく、着難の元信に画業を継がせて、引退生活を送っていた模様である。 仮の波流生の基盤を築いた二代目、かの元信は、ま信のぶの着難で、文明八年に生まれた。現存する代表作は、大徳寺大仙院法上の障壁画に完成、天文十二年の明神寺霊運院障壁画などで、ある。大仙院法上障壁画は、あやみ、もとと、弟、 のしんが部屋ごとに制作を分担しており、元信が担当したのは、旦那の間の指揮科上図と一発の間の全集祖師図などであった。このうち、全集祖師図は典型的な水墨画であるが、指揮科上図は水墨を基調としつつ、草花や鳥の部分にのみ農祭を用いて新しい感覚を示している。元信は、 時の権力者であった足利将軍や細川家との結びつきを強め、多くの門弟を抱えて、画家集団としての仮の派の基盤を確かなものにした。仏家だけでなく、公家、寺社などからの注文にも応え、寺社関係では、大阪にあった石山本願寺の障壁画を元信が手がけたことが記録からわかっているが、これは現存しない。元信は、晩年には、越前守を名乗り、また、 方言という創意を与えられたことから、後世には古方言、越前方言などと称されている。作品のレパートリーは幅広く、障壁画のほか、寺社の縁起絵巻、絵馬、大和絵風の金描風、肖像画なども手がけている。元信は父、正信の,の得意とした漢画、水墨画に、大和絵の画法を取り入れ、襖、 屏風などの装飾的な大画面を得意とし、仮の肺様式の基礎を築いた。また、書道の会書、行書、僧書に倣って、絵画における、新体、行体、僧体という画体の概念を確立し、金星障壁画の祖とも言われている。仮の内前南蛮屏風神戸市立博物館連。 狩野の英徳筆日のキ東京国立博物館、国宝、鹿野長信筆カカ楽図東京国立博物館、国宝元神には、宗信、秀頼、直信の三人の男子があったが、長男の宗信は創生したため、宗家を継いだのは三男の直信であった。なぜ次男の秀頼でなく三男の直信に家徳を継がせたのかは定かでない。直信は、 道名の蚊の末江の名で広く知られ、室町から桃山に至る時代に活動した。代表作としては、大徳寺に残る巨大な、ネハンズがある。また、父、元信と共に、石山本願寺昌兵記が制作に参加しており、大徳寺寺公院昌兵記が制作には、息子の英徳と共に参加しているが、父、元信と息子、 英徳がそれぞれに巧妙であるために、やや地味な存在となっている。松江の嫡男、加野英徳は、終身とも称し、桃山時代の日本画壇を代表する人物である。織田信長、豊臣秀吉といった乱世を生き抜いた権力者の意向に敏感に応え、多くの障壁画を描いたが、これら障壁画は、建物と共に消滅し、現存する英徳の作品は、比較的少ない。 現存する代表作の一つである大徳寺寺講院、北上障壁画は、英徳と、父、松江の分担制作であるが、父、松江は、北上南側正面の主要な部屋の襖絵を、息子の英徳に任せ、自分は脇役に回っている。封建社会の当時にあっては、家門の長が主要な部屋の襖絵を描くのが、常識であり、この障壁画制作時には、松江は、 才能豊かな英徳に家徳を譲って、自身はすでに隠居の身であったと交渉されている。受講院法上障壁画のうち、室中を飾る、課長図は特に評価が高い。その後、英徳は天正4から7年、織田信長が建立した、安土城天守の障壁画制作に携わった。信長亡き後は、 豊臣秀吉の大阪城や樹落第の障壁画を制作し、晩年には代理の障壁画制作にも携わった。これらの作品群は当時の日記や記録類にその斬新さを高く評価されており、現存していれば英徳の代表作となったであろうが、建物と共に障壁画も消滅してしまった。 現存する英徳の代表作としては、前述の受講院北上障壁画のほか、旧業物の当志志図屏風、上杉家伝来の落中落外図屏風が名高く、東京国立博物館の日の木図屏風も古来英徳室と伝えるものである。英徳は、細画と大画のいずれをも得意としたが、大量の障壁画の注文をこなすために、大画様式で描かざるを得なかったという。 細画と浅い部まで細かく書き込んだ絵、台画は合法な作風の絵と解釈されている。近世初期の仮の葉には他にも重要な画家が多い。国宝の高尾寒風図には、秀頼の印があり、古来、かの元信の,の次男、かの秀頼の作とされているが、 高尾関プーズの筆者の、秀頼は、別人で、元信の,の孫にあたる新笑い秀頼という絵師だとも、言われている。かの宗秀は、元秀とも少子英徳の弟で、安土城小壁画製作などで、英徳の助手として働いた。屏風、肖像画などの原尊作がある。やはり英徳の弟である、かの長信は、 加か有楽図の筆者として名高い。かの家直系以外の絵師としては、川越、北院の職人人図屏部の筆者である、かのよしの京都、宝国神社の宝国サイズ屏部の筆者である、仮の内禅らが知られる。また、関東では、元信ぶの弟子筋にあたる小田原仮の葉といわれる絵師たちがおり、前島宗介や玉学、 カ南などの名が伝えられている。仮の今日も、筆家長ズホノルル美術館、加の英徳は、父の末裔に先立って48歳で没した。その後を継いだのは、英徳の長男、加の光信と、次男、加のタ信である。後進は、音上寺間学院客連承壁画などを残し、英徳とは対照的な、 大和絵風の繊細な画風を特色とした。こうした画風が制作当時の一般的な好みに合致しなかったためか、本朝画師などの近世の画論は一様に更新を低く評価している。かの家の当梁である更新が指揮をしたとき、 その子の彼野定信はまだ12歳の若年であったので、後進の弟である高信が仮の葉を率いることとなった。封建制度の下では、後進の長男である帝進の家系が宗家となるはずであったが、帝進が27歳で創生し後継ぎがなかったため、以後、幕末に至るかの家の整形は、高信の子孫となっている。高信には、主進、直信、 安信の三人の男子があり、この三人はそれぞれ丹野京カのや、小引町カリノや、中橋カノ家の祖となった。末程の安信は前日の帝臣の養子という扱いで、カノの宗家を継ぐことになったが、絵師として最も名高いのは、丹優こと主心である。主心は後に出家して、丹優祭と称し、画家としては、カの丹優の名で知られる。 あとに、江戸に本拠を移し、江戸幕府の御用絵師として、画壇における仮の葉の地位を、ますます不動のものとした。丹雄は、幼少時よりが才を発揮し、慶長十七年、十一歳の時に、寸府で徳川家康に対面、元七年には、江戸丹谷教門街に屋敷を得て、以後江戸を拠点に活動し、城郭や大寺院などの障壁画を精力的に制作した。 太陽の作品のうち、江戸城と大阪城の障壁画は、建物と共に消滅したが、名古屋城上楽殿の障壁画は、第二次大戦時には、建物から取り外して疎開させてあったため空襲を、免れて現存しており、他に二条城、二の丸五にや、大徳寺法城の障壁画が現存する、代表作である。これら大画面の他にも、掛け軸、絵巻、屏風など、 あらゆるジャンルの作品を残している。二条城、二の丸五天照壁画は25歳の若い楽器で、英徳風の豪壮な画風を示すが、後年の大徳寺の障壁画は水墨を主体とし、余白をたっぷりと取った穏やかな画風のものである。絵巻や屏風には、大和絵風の作品もある。丹雄は、写生や、 古賀の模写を重視し、写生図集や模写画集を多数残している。単有縮図と称される単有筆の古賀模写は多数、現存しており、各地の美術館や収集家が所蔵しているが、これらには今日では、原画が失われてしまった古賀の模写も多数含まれており、日本絵画史研究所、貴重な資料となっている。 江戸時代の狩の派は、鹿野家の宗家を中心とした、血族集団と、全国にいる多数の門人からなる巨大な画家集団であり、ピラミッド型の組織を形成していた。奥絵師と呼ばれる、最も格式の高い四、家を筆頭に、それに次いで格式の高い、表絵師が約15やあり、その下には、講義や自社のガジではなく、一般町人の需要に応える。 町狩のが位置するというように、明確に格付けがされ、その影響力は日本全国に及んでいた。この時代の権力者は、封建社会の安定継続を望み、江戸城のような公の場に描かれる絵画は、新規なものより伝統的な奮本に則っ,って描かれたものが、よしとされた。また、 大量の障壁画制作をこなすには、弟子一門を率いて、集団で制作する必要があり、集団制作を容易にするためにも、絵師個人の個性よりも、奮本を学習することが重視された。こうした点から、仮の葉の絵画は、個性や親身に乏しいものになっていったことは否めない。奥江氏は、旗本と同格で、 将軍へのおめみへと縦脇が許されたというから、その格式の高さが伺える。奥江氏の四、家とは、丹雄の系統の丹野卿や、直信の系統の小引町や、安信の系統の中橋や、それに、かの新人の系統の浜町屋である。丹雄には初め実施がなかったため、刀剣近衡家の強盗率乗りの息子の同運を養子とした。後に、 丹雄が五十歳を過ぎて生まれた実子である、仮の単身主政が後を継ぐが、この系統からはその後見るべき画家は出なかった。丹雄には多くの弟子がいたが、中では優雅織田の能量図を残した、久住森影が著名である。森影は何らかの事情で仮の葉を破門になり、後には金沢方面で制作したが、経歴について不明な点が多い。前日の通り、か野家の宗家は、 太陽の弟、安信の中橋家が継ぐことになった。安信のこの家の時信は三十代で没し、その子の家の主審が家督を継ぐが、この系統からもその後目立った画人は出ていない。都会的な画風で人気を博した花房一丁は安信の弟子であった。奥江氏四家の中で幕末まで、 比較的巧妙な画人を輩出したのは、直信の系統の小引町家である。この家系からは、直信の嫡男のカノツネノブ、その子のカノ修身とカノ新信らが出ている。新信は、将軍、徳川家信の調和受家、後に浜町家として独立し、奥江鹿の一つに数えられるようになった。このか仮の脅威は、カノ家の血族ではないが、 丹雄ら三兄弟の師匠筋にあたる人物で、その功績によって仮の姓を与えられ、後に紀州徳川家に仕えている。また、仮の内禅も他家の出身ではあるが、かの松江に家を学び、子孫は表枝の根岸三ゆ将狩野仮の家として幕末まで続いた。一方、京都に残って活動を続けた慶仮のという一派もあり、かの栄徳の弟子であった。 かの三楽がその中心人物である。三楽は豊臣秀吉の家臣であった大江の木村家の出で、元の名を木村光よりと言った。京都大学寺神殿の障壁画、ボタン図、くれない白梅図が代表作で、近似に色彩豊かで装飾的な画面を展開している。三楽の娘婿で養子の仮の山行きは、 病心時点9因障壁画のほか、屏風絵などの現存作がある。樹木、岩などの独特の形態、徹底した細部描写など、仮の葉の絵師の中では異色の個性的な画風を持つ。山行きの残した画論を、この家の絵像がまとめたものが、日本人による本格的な貝菓子としては最初のものとされる本蝶菓子である。 小引町家からは、江戸時代後期に、永泉院道信、陽泉院二神、井川院酒井神、晴川院大佐信などが出ている。晴れ川院大佐信は、天保9年と同15年に相次いで消失した、江戸城の西の丸及び、本丸御殿の再建に際し、膨大な障壁画の制作を仮の葉の頭領として、指揮した。 障壁がそのものは現存しないが、膨大な死体が東京国立博物館に所蔵されている。晴川院は古画の模写や収集にも尽力した。一般に江戸時代後期の仮の林に対する評価はあまり高くないが、20世紀後半以降の研究の進展により、晴川院は古典絵画から幕末の新しい絵画の動きまで、 熱心に研究した高い技術を持った絵師であったことが認識されるようになり再評価の動きがある。晴れ院の時代の勝川院、正信の門下には明治初期の日本画壇の重鎮となった加の方貝と橋本画帆がいた。鳳外と画帆は共に地方の仮の派遣絵師の家の出身であった。 職業絵師集団としての仮の派はパトロンであった江戸幕府の終焉とともにその歴史的役目を終えた展覧会図録。ありがとうございます。